さあ、そしてここはメインキャラのレイファンにキャラを変えてきました。ヘドク先生浮かせて、レイファンというキャラは、豊富な打撃にそのホールドタイプなので、そのホールドのダメージが非常に高いキャラクターなんですよね。まあ、ホールドキャラクター、攻め強し守って良しなキャラクターですね。その攻める時も下段があの豊富なので、相手のタッチガードをかなり崩しやすく、待ってる相手に対して有利に攻めることができます。バウンスです。これは新しいゲームですね。ここでブレイクブロー、今のバウンドにしていたので、そこにブレイクブローを組み込むというコンボですね。ここはブレイクホールド、ブレイクを半分使って全ての技を。 Is it possible that the walls would break on the stage? It would. 優しくなったなと。 Okay, okay. 相手のその攻めが分からなくても、あのゲージを吐けば、そうですね、一回切り替えてるし、そうですね、攻めている中、起き上がりで切り替えしていく。投げてハイカウンター、さらにこう地面に当たると追加でダメージが入ります。壁も入ります。 Also, it's really apparent that it's all made of glass. Would you say? So, not necessary, because I feel that when they're smashed down, yeah, there are particles that come up. ブレイクホールドでしか返せないんですよね。なるほど。ゲージが溜まってると打撃に出せないものでもあるんですよね。今完全にそのブレイクホールドを押してくるのを読んで投げたわけですね。そうですね。もうそこまで駆け引きができてるんですね。ここはサイドアタックで切り返していく。ダメ足、壁に当てて体力差を開いていく。今のはあれですね、そのブレイクブローでさばいていったと。痛そう、痛そうです。これは読んでいる。アイスイーゲームホールド減るんですよ、レイファンのホールド。しかもステージ的にも床があるので。そうです。